はい、こんにちは。ドッキリ大好き、エドです。マリンパッパっていう、まあ、ドッキリを主に収録している二人組 YouTuber が、まあ、過激すぎるドッキリ動画を投稿して炎上してますね。即削除されましたが、この内容がね、まあ、Uber Eats配達員に自宅へ押し入られて、まあ、襲われてしまうという、とてもね、ひどい内容であっただけに、謝罪に追い込まれるという事態に発展しております。まあ、紹介で正直しきれないぐらい、まあ、多くの批判がこう殺到しているのですが、これについてね、思ったことは、いやー、典型的なね、炎上商法かなって思いましたね。まあ、これを機に知った人も多いわけで、まあ、アンチがつけばさらにね、再生回数がとか上がるんじゃないですかね。まあ、知らんけど。今日が4月20日水曜日。ドル円のオーバーシュートが話題です。YouTube の給料はドル建てですからね。円安の方が YouTuber にとっては有利でしょう。黒田日銀総裁が国債の差し値買いオペレーションを本日も行っております。これにより、日本の金利は低いまま、一方で米国は金利が上昇中であります。黒田日銀総裁が国債の差し値買いオペレーション本日も行っております。これにより日本の金利は低いまま、一方で米国の金利は上昇中であります。今日が4月19日火曜日。吉野家、今年一番の下げであります。ドル円がね、止まんないですね。黒田日銀八方塞がりの手詰まり状況を海外は見透かしています。で、次のターゲットがこっちですね、135円、次ここ135円で、そしてさらに147円、ほとんど真空地帯で加速度増しそうですね。円安ドル高止まりそうにも、うん、ありません。今日が4月の18日月曜日。アメリカがグッドフライデーで、先週末は3連休、イギリス、フランス、ドイツなどヨーロッパではイースターマンデーでお休みです。したがってですね、週明け日本株は売りからスタート。まあ、決算が良いところしか、まあ、買える株がないので、明日以降は取引額がね、減るかもしれないですね。今日が4月の15日金曜日。アメリカの銀行の決算に始まり、国内も業績発表開始。ファーストリテ、ユニクロね、情報修正により日経が一時プラテン。ただ、まあ、依然として外部環境に振らされる展開。イーロン・マスクがツイッター社を5.4兆円で買収。一株当たり54ドル2セント。昔は15ドルでしたからね、3倍以上どうなることやら。ゴールドは8000円を超えて最高値更新であります。今日が4月の14日木曜日。負けました。噛み合わないし、損切り遅いし、まだまだ、まあ、下手だわ自分は。想定外のことが起きるし、予想も外すしね。
ちなみに画面を負けたときは横の画面にしておきます。今、日経と米株、ナスダウ、S&P500 が、日足は逆三尊なんだけれども、週足が三尊天井で、こう、殴り合って需給を見てますね。どっち行くか分かんない、上か下か。で、どうなるか分からんのは仮想通貨。ビットコインも同じで、このネックライン、日足レベルのネックラインを超えられるかが課題であります。今日が13日水曜日、空売りの買い戻し相場ですね。日本株、今買いが慎重、企業業績が良くて、まあ、前期最高益を達成したとしても、まあ、すでに終わった期ですから、まあ、今期はウクライナ情勢だとか、上海、香港のロックダウンの影響、世界経済の減速を織り込みに来るので強気とは言い難いですね。で、配当金や優待もセルインメイ、まあ、株は5月に売り抜けろの状況下では逆風だと思われます。今日が4月の12日火曜日で、昨日言った通りベアマーケット空売りが有利、世界同時株安、買いで迎え撃つ場合は相当にね、銘柄を絞り込まないとダメかなって思います。で、仮想通貨ビットコインに関して24時間で100億のロスカット。24時間で100億円のロスカット。まあ、ロンガーの強制決済額が1億ドルを超えています。強い下落ですね。今日が4月の11日、月曜日。外国人投資家が買ってこないよね。いや、むしろ売り越してますよね。だから、まあ、ひたすら下向きの移動平均に乗って戻り売りで下を掘り進んでますね。まあ、買う材料がなくて、たまに空売りの買い戻しで上がるみたいな相場展開。今日は週末4月8日金曜日、この後、まあ、週明けの日経を占う安川電機の決算、先陣切って情報修正など出していきますよね。で、一方でアメリカの雇用統計が抜群に良いです。新規失業保険申請件数が50年ぶりに低い水準。まあ、経済指標を見てもインフレが高止まりですよね。したがって、やはり利上げ加速の動きを市場がどう織り込んでいくか警戒しながら読み解いていきたいですね。今日が4月の7日木曜日。日経一時500円安、米株は3日続落。で、フェド、アメリカの、ね、中央銀行のホームページを見ると、いかにブレイナード副議長がハト派の金融締め付けを考えているのか一目瞭然であります。50ベーシスポイント
0.5% の利上げとバランスシートの圧縮。まあ、リーマンショックの時が、これですね。200万ミリオンドル。だから、2兆ドル。つまり、200兆円。今はコロナ禍で、未曽有の超絶金融緩和により、900万ミリオンドル。単位はミリオンドルだから、1000兆円。約1000兆円の規模で市場介入しています。これがこの先、人知を超えるスピードと大きさで圧縮、縮小されていきますから、この前代未聞の金融引き締めに対して、世界中の富裕層、大金持ちたちが何を考え、どう動くのか、どう動くのか、すべてマーケットと対応しながら読み取っていきたいですね。恐ろしく怖いんだけれども、非常に楽しみではあります。今日が4月の6日水曜日、日銀の政策と FRB の金融政策が真逆ですよと。FRB。昨日の FOMC でブレイナード議長の強烈なタカ派発言により、世界同時のリスクオフによる株安で、5月に0.5ベーシスポイントの利上げと QT の縮小を今マーケットは織り込んでいる最中であります。0.5ベーシスポイント利上げ、QT の縮小、資産の保有資産の圧縮。今日はね、わずかにプラス。昨日感情で、人は投資において負けると動画内で申し上げたんですが、これはね、人間の心理上の障壁ですね。損失を許諾してしまい、利益を早く確定してしまうバイアス。これをプロスペクト理論。プロスペクト理論。損失を許諾してしまい、受け入れ、利益を早く確定してしまう。これ×ですよね。で、これを払拭するために、機械的に AI 同様にトレードしなければいけないのです。今日が4月の5日火曜日。米株、ミーム株がまたバグってますね。レディット関連が再燃し、ツイッターなどもね、買われております。マザーズ新興市場、グロースが記録的な6日続伸。で、負けましたね。小さい値幅。小さい値幅や、細かいボラティリティね。こう小さい値幅に細かいボラを取ろうとする、姿勢が間違いですね。これが×。感情を出すと、損失が広がるからハイリスクになってしまう。敗因が損失限定じゃんけんをしなかったからですね。損失限定じゃんけん。損失限定じゃんけん。また明日以降すぐにね、改善、より良い方向に変えていきたいと思います。4月の4日月曜日。為替もね、プライム市場も照り替えムード。まだね、欧州とアメリカが日曜日の夜ですからね。連勝とかは数えないようにしてます。カウントしだすと負けちゃうので。あとは、勝ちたいという気持ちが邪魔。勝ちたいっていうね、気持ちが邪魔になるので、フラットにね、こう冷静にを心がけております。フラットに
冷静にを心がけております。4月の1日ですね。マザーズ新興市場がサネット、ビットコインがアセトラ、アセンディングトライアングル、またはブルーフラッグ、横横でエネルギーを貯めて上抜けからの調整、今一時調整で、今短中期で逆三尊形成中ね。であとは前回述べた通り週足の三尊天井からの強い下落というストーリーで、これが今日の成績ね。3月31日月末、史上再編っすからね。てかこういうのをね、毎日動画にできたら神なんだけどな。俺に果たしてできるのか課題っすね。そしてなんといってもですね、こう YouTube をですね更新する上で大事になってくるのが、ね、ここをね YouTube で撮ろうと思うと、だいたいね、まあこれ1日なんですけど、だいたいこう100万再生ぐらいしてますね、およそね。まあ何分動画とか広告の入れ具合にもよるんですけど、1日で100万再生の労力とのこの天秤で考えると、まあこう将来に対する推しというか実力がね、こちらの方がこう積み上げられますよね。 YouTube は YouTube の良さもちろんあるんですけれども、個人的にはこちらの方が、まあ、やっててやっぱり一番楽しいですね。なかなか YouTube 編集もね時間かかるので、やる機会に恵まれてないんですけれども、まあ、またねいろんな時事ネタもね出すと非常に面白いですしね。